B リーグシリーズ2023第5戦、戦いの舞台はいよいよ準決勝。注目の第1試合は今大会で B リーグ卒業を発表した酒井美香が登場。最後に決勝進出は叶うのか。対するは共にハイスコアで勝ち上がった小林芳美と尾上萌香。最初に決勝へと駒を進めるのは誰だ。1年間5大会を1シリーズとし、そのシリーズの成績上位3人でシリーズチャンピオン決定戦を行い、年間チャンピオンが決まります。シリーズの出場選手は総勢24人。その中から上位3人を決めるのはポイントシステム。各大会の1回戦、準決勝、決勝戦で順位に応じてポイントが与えられます。シリーズチャンピオンに贈られるのは賞金300万円。現在縄と釣りのチャンピオン決定戦出場が確定。今大会も残り4試合、最後の1枠を手にするのは果たして。今大会は17人のトーナメント戦。1回戦は3人対戦が5試合。浅田が欠場のため F グループは2人対戦となり、各グループトップが勝ち上がり、そして1回戦で2位となった6人のうちスコア上位3人がワイルドカードを獲得し準決勝進出。その3人と1回戦勝ち上がりの6人、計9人で戦う準決勝は3試合。そこで勝ち上がった3人で決勝戦を戦う、合計10試合の真剣勝負。各大会の優勝者には賞金30万円が贈られます。1回戦6試合が終了し、小林芳美、尾上、小林歩美、縄、川崎、岩見が勝ち上がり、ワイルドカードは酒井、渡辺、森が獲得した。そしてついに始まる準決勝、第1試合を戦うのはこの3選手。レーンのスーパーモデル、酒井美香。よかったです、投げれて。これと B リーグ1期生の真骨頂。今大会での卒業を発表し、迎えた1回戦は波乱の展開となった。緊張からか序盤で2つのオープンといきなり絶体絶命の大ピンチ。しかしこのままでは終われない酒井は5フレームから驚異の粘り強さを発揮。怒涛のストライクラッシュでレーンを沸かす。素晴らしい、ナイスオールウェイです。後半8連続ストライクでスコア235。ワイルドカードで準決勝へ這い上がってきた。最後なので決勝までは行きたいなと。酒井美香の P リーグストーリーはまだまだ終わらせない。1回戦も悪くなかったので、そのままの勢いで行けたらなと思ってます。クールな勝負師、小林芳美。これが美香さんと一緒に投げるチャンスが最後になるかもと思っていたんですけど、またこうして一緒に投げることができるので。1回戦 A グループで酒井に勝利し準決勝進出を決めた小林。酒井もワイルドカードで準決勝に進み、再び対戦が実現。そして勝っても負けてもこの試合が小林にとっては P リーグで酒井と戦うラストゲーム。ここでまた同じ目標を持って、この準決勝を戦えるというのがすごく嬉しいことだと思っております。目指すは決勝、悔いなく勝利をつかめ。令和のブレイクガール、尾上萌香。やりました。ゼロで終わるのはちょっと寂しかったので、なんとか3ポイントゲットできてよかったです。今シリーズは第4戦を終え0ポイントといいところなしの尾上だったが、今大会1回戦でついに爆発。スコア247のビッグゲームで初勝利を挙げた。続く準決勝の意気込みは、シリーズチャンピオンだからもうちょっともうチャンスがないので、その分気負わなくていいので気楽に投げて、投げつつ優勝を目指したいと思います。自分の投球に集中して勝利を狙う。
シリーズ2023回が進んで今回からいよいよ準決勝ですよ。はい、ねえ、1回戦見てますとハイスコアが出ましたね。そうですね、まあ、特に E グループの川崎選手の288、はい、もう最後美味しかったんですけどね。この3選手も1回戦高いスコアでしたからね。さあこちらは小林芳美選手、順当に勝ち上がって、さあ1フレー左のレーンで、おー取った。そしてなんといっても、はい、この酒井選手ですよね。そうなんです、卒業しますという発表がありました。さあどうか。おい、その酒井が第一戦非常にいいプレーしましたもんね。いやもうね、負けたらそこで終わりという卒業ということで、はい、5フレームから8連続ストライク、ちょっと感動しましたよね。本当ですよ。さあ、はい、小川さん、はい、酒井美香ですが、はい、1回戦試合中あと何フレームしか投げられないと試合中に頭をよぎりましたと話しています。決勝が最後と言えるように、はい、1回戦の勢いのままこの準決勝も頑張りますと話していました。あ、そうですよね、最後まで頑張りますという酒井美香。さあ1フレ来て、おお、これも怪しい吉見選手がダブルできました。さあ尾の上がこれを取って、はい、さあ酒井は入ったか、あーと、うん、あらららら、これはいけない、うーん、もったいない。さあこの上はまた調子を出してくるか、来ました、来ました、なかなかいい投球でしたね。ね、そうですね、自分が思い描いた通りの投球ができたと思います。ストライクを取った後のポーズ相変わらず、1回戦ではたくさん出ました。さあ吉見選手、これもいいところにいった。小川さん、はい、吉見さん、小林芳美ですが1回戦左右のレーンの差にとても苦しみました、うん、ただシリーズチャンピオンのためにはただ勝ち上がるだけじゃダメなので試合中に気持ちを引き締め直しましたと話していました。そして一緒にプレーした酒井プロの気迫もプラスになりましたねと話していました。おお、さあ本当に気迫のぶつかり合いですが、さあ、うわー、し心配です。もう外さないでほしい。さあ決勝まで行くためには、おお、よいしょ、未だストライクがない酒井、ここから巻き返しなるか。小林芳美、酒井、尾上の対戦となった準決勝第1試合、3フレを終えターキーの小林芳美がリード。ゲームは第4フレームへ。あった、熱いか、あれ、うん、1回戦はこの辺完璧にポケットに行っていたんですが、うん、ベビースプリット、さあ走るか小林芳美。戻れ戻れ、曲がった曲がったいうことを聞きました。いやー、よかったという表情。そうですね。はい、なんとか、はい、来ました。さあ
ってあのオープンフレームがやはりこの後後々響いてくるでしょうが、ボールを変えてきましたね。あ、そうですね、はい、赤から、はい、おやおや、1回戦立ち上がりこれから赤に変えましたよ ね、 そうですね。今どういう状況なんですか。1回戦と全く逆ですね。逆、1回戦は今投げたボールでスタートして、はい、すぐに、3フレーム目から切り替えたという形です。あら、今のでもそうですが、まだ、食い込んではいきますよね。そうですね、うん、今回は39フィートということで、はい、いつもより短めのレーンコンディションですから、スピードがこう足りなくなってくるとすぐ曲がってしまうというところがありますね。小林の強いボールで、あ、なるほど、これだけ抑えてますね、曲がらないようにね。小林が途切れまして、はい、ですから尾上は1回戦ほどではありませんが、まだノーミスで、小林芳美が5フレでストライクつながりませんでしたので、さあ一方坂井は苦しい状況になって、ん、ちょっとボールを落としたか。おーい、来た、あー、続けてきました。ここからゲームはヒートアップ。注目の準決勝第1試合、5フレを終え小林芳美がトップ、それを尾上、坂井が追う展開で第6フレーム。さあ尾上はあれーです、これ厚めなんですか。そうですね、少しずつ左に立つ位置を変えて、はいはい、中のラインに寄っていくんですけれども、ね、やっぱりレーンの途中で曲がってしまってるという状況ですね。あっと厚めだ、中盤6フレが終わろうとしています。小林芳美1本、これで尾上小林芳美の差がはっきりしました。ちょうど3マーク30ピンの差ですね。そうですね、そうなんですよね。ただ坂井美香がターキーできますと、はい、も同じ約30ピンです。そして1回戦でね、はい、小林芳美プロと坂井プロ対戦していて、はいはいはい、その坂井プロの8連続ストライクを目の当たりにしてるわけですからプレッシャーにはなりますよね。そうでした。おらおらおら、おら、来た、来ました、来ました。さあまた爆発か。うわー、うわーん、取れない。世の上追い上げる立場で7フレー持ってきこられませんでした。さあそこで小林、いたー、ストライク、突き放す小林、いいストライクを出しましたね。そうですね、はい、これは取っておきましょう。そう、逆転のためには1回戦の時のように8連続が来るかどうか。坂井美香いった、おらら、いやいや、また続きがあるのか。坂井がフォースで猛追、この後ゲームはクライマックス。準決勝第1試合は7フレを終え小林芳美がトップ、それを坂井がフォースで追い上げる展開。ゲームは第8フレーム。さあこの上の方は、うん、またあれあれ、裏に、おら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 、うわー、よく倒れました。さて、あらあら、これでですね、はい、
酒井がもう一つ来たらもうワンマーク差並びます。ね、はいはい、ワンマーク差で7フレではもうそう並びますもんね。うわ、はい、さあ酒井プロここ持ってこられるか、うん、さあどうだ来るか。おや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 、うわーすごい、あらー、いやー小林は嫌な感じで見てたでしょうね。そうですね、これはしっかり、はいはい、うわさ、うん、ボール変えてきた。あら、またこれで、あ、ダメですか。集め集めということになってきました。小林プロもこれちょっと、そうですよ、はい、プレッシャーの中で投球になりますね。これできたらまだまだ、あ、あ、膨らんだ。あ、あ、今どういう、はい、今膨らんだって自分でもね、ええ、あの投げた後に言ってましたけれども、ね、はい、狙ってたところよりも右側へボールが出てしまったんですね。あ、うわ、なんだかあのこういう状況の戦いの酒井のオーラに当てられてるような、はい、これはもう完全にそのプレッシャーに かけられたというような状況ですよ ね。さあこれトライです、はい、取っておきたい。5番ピン右側薄めに狙った、狙った、わーっと、おやー、オープンフレーム今日初めて、うわー、あれだ。
OK スタートから4連続があったのに、そして5つつないで、6つ目、わーと予定通り行ったんですか。はい、まあ、少し中のオイル触ったのかなというような投球でしたけれども、あ、まあ、倒れてもよかったかなと思いますですね。ただ、はいはい、この天秤、うん、かなりプレッシャーになると思います、はい、しっかり取れるか、うわー、やっぱりそういうことがあるんですね、はい、これで9フレーム195点で2人ぴったり並びました、はいはい、並びましたね。もう本当に点フレ勝負。さあ一方、あー相変わらず、うん、どうしたんでしょう、あそこへ行ってしまいます。ここで追いついて逆転かと思われたところで、うわ、酒井もミス。さあ2人のテンフレ勝負はまず、よー、倒れた。まず小林よしみが取りました。この上はこれをカバーして、はい、190台まで持ってきます。さあ、テンフレ2投目、小林よしみ、プレッシャーを与えられるか。来た、小林よしみが今度は来ました。うわー、酒井が、うわー、今度は逆にプレッシャーを感じます。おやー、最後は9本で尾上は194ピンです。さあ、2人の勝負。これでストライクを3つ持ってきておけば、酒井には相当厳しい点フレになります。小林が戻れ、うわ、完璧な点フレじゃないですか。そうですね、ピンアクションもちょっとついてましたけれども、はい、はい、パンチアウト225ですね。酒井プロ全部持ってきてワンショットプレーオフに持ち込むしかないわけですね。それしかないですもんね。そうしないと酒井美香、このゲームで P リーグ卒業ということになってしまいますが、1投目どうか、入った、あー、いやー、ぶれた、また天秤。いやー、もうこの辺はね、倒してあげたかったですね、本当ですね。これまで18年間この P リーグで活躍してきた酒井美香、今これから最後の一投に入ろうとして、
します。これまで58戦で見事に優勝を果たしました。2位3回3位5回と活躍してきた酒井美香、 B リーグ最後の一投倒れた。ご苦労さん、ありがとう。18年間酒井美香、今卒業です。ありがとうございます。小林芳美が2大会連続で決勝進出。惜しくも敗れた酒井はこれが P リーグラストゲームとなった。この結果、小林芳美は15ポイントに、チャンピオン決定戦出場へ一歩前進した。1回戦の A グループ投げてる時の再現みたいで、これミカプロきっと全部来るだろうなって。いや、ドーピンだったので、パンチアウトすれば負けはないと思って、より一層気が引き締まりました。ちょっと掴みきれず終わってしまったなという感じです。良かった点はノーミスだったことです。攻めてものというか、攻めてノーミスでと思って、まだチャンスはあったので、最後まで諦めたくないなと思って、本当はね、決勝まで行って終わりたかったんですけど、でも今できる精一杯のボウリングはしたかなと思います。まあ、でも最後の B リーグ最後の1球はストライクで締めれてよかったなと思います。そして P リーグラストゲームとなった酒井の卒業セレモニーが行われ、実況の小川光明、伊豆の寮から花束が贈られた。18年間あっという間でしたけど、これからは後輩の子たちがもっともっと盛り上げてくれると思いますので、P リーグの応援もこれからもよろしくお願いします。そして一 P リーグファンとして頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。18年間本当にありがとうございました。18年間感動をありがとう。 B リーガーたちのさまざまな魅力を徹底リサーチ。上國料萌の B リーガーファイル。今回のテーマは休日の過ごし方です。話してくれるのは三浦美里プロです。よろしくお願いします。お願いします。力みのない投球が特徴的な三浦プロ。三浦さんは月にお休みは何日くらいありますか？だいたい平均して7日ぐらいですかね。その休みの時はどうやって過ごしてるんですか？美容で当ててますね。はいはいはい。ピラティスをしたりとか、はい、あとは美容院に行ったりとかエステに行ったりとか、もうとにかくそういうことに時間を使ってます。三浦さんはもともと美容が好きなんですか？Pリーグに出るようになって、いろんな方に見ていただき、
ってるので、なるべく一番いい状態で可愛い状態で見てもらえたらなっていう気持ちで、より一層いろんなものを調べて、最新のエステマシンとかいろいろ調べて自分で行く量が増えた気がしますね。じゃあ休みの旅に毎回調べて予約して、1日の丸1日寝るっていうよりは美容の時間に使おうかなって思ってます。休日の過ごし方は自分磨きを楽しんでいます。 Tリーグ DVD ボリューム18夢のドラフト会議2023、歴代優勝者と次世代新人でドリームチームを結成。特典映像はスマホでプライベート。 DVD ボリューム18絶賛発売中。 Tリーグプラス会員募集中。 Tリーガーの素顔がわかる会員限定動画を毎週配信中。選手のサインボールや手作り消しゴムハンコなどプレゼント企画が盛りだくさん。詳しくは Tリーグプラスで検索。ストライクに来た。